今日はですね、モモンガの鳴らし方ということでね、モモンガにミルクをあげていこうと思います。この子ね、まだちょっとモモンガは初め慣れてない子でもね、大人になってからも慣れると思いますね。こうやって餌とかミルク、大人になってからも手からやってれば。一番初めに買ったモモンガ、アダルトの子買ったんですけど、最終的にはこうやって乗ってくるようになりましたからね。ただ時間はかかりましたけどね。初めの子は、そうだな、初めの3ヶ月ぐらいは手にも乗らなかったし、手からやっと餌食べるぐらいになるのが3ヶ月ぐらいで、で手の上乗るようになったのは半年ぐらいかかったかな。なんか毎日手からおやつを手渡しするようにしてたら、だんだん乗るようになってきましたね。こういう感じで。この子ね、まだちょっと手をかみかみしたりとかね、まだ結構人には慣れてるんですけど、ちょっとまだ噛んじゃう癖があるんで、ミルクでちょっと慣らしていこうかなと思います。でも1回で慣れるというよりかは、結構毎回やってあげないといけないんですけど、ミルクはね、これです。モモンガミルクっていうやつ、これあげます。これを今お湯に溶かしました。まだベビーの頃にやると非常に効果的なんですけどね。この子ちょっと育ってますけど、それでもまだミルク飲むんでやってると結構人になれますね。すごいいい匂いするんですよね、これ。結構飲みますね。このプルプルは食後のうんちか。これね、ベビーの場合はね、おしっことかね、させてあげないといけないんですよ。うんちとか、お尻の辺をちょっと湿ったティッシュとかでちょん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 ってやって、排泄を促してやらないといけないんですね。もうこの子は育ってるんで大丈夫なんですけど、ベビーの若い子なんかはそうやって排泄を促してやってミルクをあげるっていう感じですね。
しない子はしなかったりしますけど、でもそうやってやった方がいいみたいですね。大体モモンガ巣穴から出てきた時にうんちとかおしっこをするんですけど、よいしょ、そろそろお腹いっぱいでもおかしくないね。めっちゃ飲んでるもんね。でお腹いっぱいになるとこのミルクとかで遊び始めるんですよね。ミルク飛ばしてきたりね。これひまわりの種です。手の上でおやつあげたりするのも結構有効だと思いますね。手の上でおいしいものもらえると思うと結構乗ってくるようになったりするもんです。まずはじめはね、手を怖がらせないっていうのがまあ、ポイントなのかなっていう感じしますね。もう本当に初めにすごい威嚇してくるタイプの子は匂いから鳴らす感じじゃないと初め触れないと思うんで、初め威嚇して噛みついてくるタイプの子は巻き古した T シャツとかケージの中に入れてあげて匂いから鳴らすみたいな感じで、徐々にまあこういう風にやっていくといいと思います。痛い、なぜ噛んだ今そこ。いいね。モモンガは両手で持ってね、こうやって食べるんで人間みたいで可愛いですよね、こういうところ。この子自体は軽いんですけど、ずっとこの姿勢でいるとだんだん重くなってきます。おっさんなんで肩が肩
肩が張ってきます。あーでも3回目の緊急事態宣言がまた出ちゃいましたね、愛知県は幸い出てないんですけど、まあでも大阪ってすぐ近くなんでね。一番まあ来てほしい、お客さんに来てほしいね、ゴールデンウィークとかなんか閉鎖されちゃったらめちゃくちゃ打撃大きいですよね。そんなことしちゃったら商売やってる人とかお店やってる人みんな生活できなくなっちゃうけど大丈夫なのかな。もう保証のしようがないでしょ、そんなことしちゃったらね。ちなみにノーマルモモンガとこのホワイトフェイスのこの違いは、耳の下のところに黒い線が入っているかどうかですね。なので顎あたりのラインがないんですね、ホワイトフェイスの子は。あ、捨てた。痛い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 、それ手だよ。はい、まだごちそうさまなんじゃないの、それで。痛い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 、もっとよこせと。なんか違うもんあげようか。次はこれですね、これ袋モモンガのおやつです。ジャングルキングさんのところでもらいました。ジャングルキングさん、あのカエルブリ、痛い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 、痛いね、あんた。あのカエルブリードさんのところの袋モモンガのおやつです。すごいお買い得ですね。おすすめです。で、このおやつすごい、どのモモンガも好きですね。ちなみに袋モモンガは結構雑食で、味を選んだりするので、いろんな餌をあげてるとどれが好きとか分かるようになるんですけど、ただ嫌いなものも食べなくなったりとかねするんで、いろいろ与えてると結構なんでしょうね、好みの癖とか出てきますね。なんか同じ餌ばっかり与えてるとちょっと違った味のやつ欲しがるとかって言いますね。
あとフクロモモンガは結構服の中とかね入ってきたりとか狭いところ入ってくるんですけど、もうそのまま一回体のシャツの中とかでね眠らせてやると結構もうそこからぐんとなれますね。もう眠らせてやると結構3時間でも4時間でも平気で入ってるんで、はい、じゃあ今日はこれで終わりにします。よかったらいいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。